ダークグサリンよ。ダークグサリン。そっか、ダークトリケラオプスのスキンだ。懐かしいなぁ、やっと使う時が来たのか。今日の私はいつもと一味違うよ。私は傷に飢えている。見つけた敵全員見失うまで追いかけて倒してやるわ。まあ要するにただのキルムーブってことだけど。どうしちゃったんだよグサリン、そんな性格じゃなかっただろ。スキンの魔力が性格まで変えてしまったのね。け、グサオ公園には武器が一つも落ちてない。まあいいわ、向こうの宝箱からゲットするから。デカバックパックの人形も目つき悪くなってるな。これはこれで可愛いけどね。おっと、早速一人目の敵を発見したわ。でも相手はもう武器持ってるぞ。大丈夫、食らってないよ。SMG でグサササッと倒してやるわ。これで早速1キルね。わ、別のところからも撃たれてた。許さないわよ、追いかけてやる。肉食恐竜かのような気性の荒さだぜ。ツルハシもなかなかいかついわね。当たったらかなり痛そう。武器のスキンも、今回は全て真っ黒だよ。完全に闇落ちしちゃってるんだぜ。ふふ、次なる犠牲者ね。この近くだけで3人も敵がいたんだね。この中にも敵が入っていくのが見えたわ。さっきからほとんど休まず戦闘してるな。しかもヘリの音も聞こえてるんだよね。追いかけるわよ。相手は飛んでるのに。医療キットなんていらない、攻撃力の高いグレネードよ。完全にキル中飛行になっちゃってるわ。こんなとこまで追っかけてきたのか。近くにいるラマさんはまるで視界に入っていないようね。ふふふ、グレネードをポイポイしてやるわよ。うわ、めっちゃ刺さった。結果的に持ってきて正解だったな。ラマさんを開けるのは今撃ってきた敵を倒してからよ。エピックのバースト持ってるから遠距離がかなり狙いやすいわね。よし、これでもう6キルよ。まだ43人残ってるからなかなかのペースだな。ちょっとどうしちゃったのグサリンちゃん、怖いよ。このまま僕も撃たれちゃうんじゃ。あそこは優しく開けてくれるのね。ラマさんとは仲良くしとかないといいアイテムくれないからね。関係ないと思うけど。わ、また遠くから撃ってきた。多分またボットだろうけどね。次もこのバーストアサルトで倒してやるわよ。あれ、ワンマガジン打ち切って倒せてないけど。まあ、気性が荒くなっただけで別に実力が上がってるわけじゃないからね。くそー、クレーターに絶妙に隠れられた。近づいて SMG で倒すわ。ああ、ちょっとダメージ食らっちゃったな。しかも、あんまりいいもの持ってないわね。キャブスプでちょっとだけ回復よ。結構キルしてるのに、アイテムそんなに強くなってないんだよな。まあ大半がボットだったってのもあると思うけど、ほとんどアイテムあさりしてなかったからね。でもここに青宝箱あったわ。さらに強力な武器が手に入るはずよ。お、エピックのタクサブだな。キャブスプラッシュも嬉しいね。一気に詰めれるショックウェーブとちょっとだけ迷うけど、回復がないと戦い続けることもできないということで、キャブスプを持っていこうと思うわ。敵がいないな。急に遭遇しなくなって、キルペースがガタ落ちね。手持ち無沙汰だから、この辺のものでも壊しちゃおう。てだー、なんか爆発した。ガス管を壊しちゃったんだな。攻撃的すぎてついに自分にまで被害が及んじゃったよ。大丈夫よ。確か向こうにある家に、デカポ落ちてたはずだから。てかなんか敵さんいたわ。ぐさー。一発で倒せたね。でもアイテムはしょぼすぎるぜ。ほらほらこのデカポ、最初来た時に拾うか迷ってやめたのよ。しかも今気づいたけど、下にキャブスプも落ちてたんだ。これは結果的に、キャブスプ温存しといて正解だったわね。アイテムもだんだんと揃ってきたな。敵はいないかー。NE に補給物資が落ちるから、そっちの方に向かったら見つかるかもね。あ、ほんとだ。後ろ取れたから、背中からぐさっぴょ。お、これまたあっさり倒せたな。これで9キル、あと1キルで2桁だ。ちなみに補給物資の中身はまたタクサブでした。かぶっちゃったな。ショットガンがちょっと弱いけど、そろそろ終盤戦ね。さあ、向こうで銃声が聞こえたわ。アイテムが散らばってるな。それを回収してる人が一人いるわね。ちょっと暗くて狙いづらいけど、とりあえず撃ってみるよ。50ダメージ入ったな。よし、このまま押していいでしょう。と思ったけどめっちゃ食らった。エネルギーライフルね、やっぱりこの距離強いわね。ちょっと待って、一旦建築。慢心せず、回復してから行った方がいいかもな。そうだね、ここで一旦キャブスプ2つ使うわよ。やっぱりこれは持っててよかったね。さ、元気になったので攻撃。逆
て待って、なんか二人いない？屋根の上にもいるな。どっちもこっち狙ってるし。まあいいわ、見えてる敵をただただ撃つだけよ。でもちょっと待った方がいいかも。スナイパーだったか、いい感じに反撃できたな。さ、じわじわと距離を詰めていくよ。と思ったら上の敵が、下の敵を倒してくれたわね。一対一か、それなら話は簡単ね。ガンガン攻めるだけよ。建築でしっかり上取れてるな。打ち下ろしてダメージ与えれるかな？いや、結構下にいるっぽいから無理そうね。それなら私も下に降りて突撃よ。多分この向こうだね。タクタクが襲いかかる。うわ、なんか飛ばされた。しかも敵さん見失っちゃった。ショックウェーブで自分と敵を飛ばして突き返し、してやられたな。でも、ダークグサリンの強引な攻めは、かなりの恐怖を植え付けたみたいね。あ、飛んでった敵はあそこかな？今度は別の敵と交戦中みたいだな。ショックウェーブはチャグスプの代わりに置いてきたから、走って距離を詰めるしかないね。もう戦闘は終わっちゃったのかな？キルログ的にそうっぽいね。なんか敵さん飛んできた。私に気づいてない、チャンスよ。よし、シールド割れたわ。建築で上に逃げられちゃったけど、下は脆いから、すぐ壊せそうね。これで落下ダメージで倒せるかな？わ、ショックウェーブで防いだのか。この人ショックウェーブ使うのかなりうまいわね。でも回復はできていないはず。他の敵にも撃たれてるけど関係ない。ただ、目の前の敵を叩くのみ。一度見つけた敵は倒すまで追いかける。それがダークグサリンよ。でもさっきからギリギリのところで攻撃当たらないな。でも相手さん、相当恐怖を感じてるでしょうね。スキンも怖いしな。ふふふ、どこまでも追いかけるわよ。グサリン、ユニビームが来るわ。なんとかかわした。そして今の敵は落下。新たな敵が目の前に。うさささささささ。これで一対一よ。あと一人、どこだ？あ、そこにいるじゃん。っていうかこれって、ボット？残念だがそうっぽいな。ふさー。ふふふ、どんなもんよ。これが闇の力。ビクロイだって取れちゃうもんね。見つけた敵倒すまで追いかけるという超キルムーブで、最終的には12キルだったな。でも実は、グサリン初登場の時13キルしてるから、その時より少ないんだぜ。え、そうだったっけ？まあ途中全然敵と遭遇しない時間があったからね。乗り物とか使わないと、キル数伸ばすのは難しいのかも。まあ、とにかく、最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よろしくお願いします。私たちはこの辺で失礼します。また別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。